パリパックジョルジュイコールサンク王通りのエルメス機関店エルメスとは、フランスの株式合資会社、エルメスアンテルナショナル社が展開する、ファッションブランド内し商標である。フランス語において、人名が由来なので語尾の S は発音される。創業当時のエルメス社は、パリのマドレーヌ寺院界隈で、バグ工房として始められた。その後、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、 カバンや財布などの比較製品に事業の軸足を移して今日までの成功に至った。現在でもバグ工房に由来するリュックとタイガーがロゴに描かれている。リュックは四輪馬車でタイガーは獣者のこと。主人が描かれていないのはエルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを業すのはお客様ご自身ですという意味が込められているためである。 ティエリー・エルメス・エルメス社の母体になったのは、ティエリー・エルメスが1837年、マドレーヌ人界隈、現在のパリ9区にあたるバースデュルン・パール通りに開いた、バグ工房である。ナポレオン三世やロシア皇帝などを顧客として、発展した。1878年、ティエリーの息子である二代目、シャルル・エミール・エルメスの時代に、パリ万博に出品した蔵が金賞を獲得する。 1879年に、現在の本店があるパリパック、ホーブル、サントノーレドール24番地へ工房を移転。ティエリーの孫にあたる三代目のエミール・モーリス・エルメスは、事業の多角化に着手した。1892年には、バグ制作の技術をもとに、エルメス最初のバッグ、サック・オータクロアを制作。1927年に、腕時計を発表。 さらに副食品、送信具、香水などの分野にも手を広げ、それらの製品のデザイン、製造、販売をすべて手掛ける会社になった。1980年代から1990年代に、家計エルメス社は、シャツや帽子を発注していた会社を次々と買収したが、リシュモン系列や LVMH グループの買収戦略と異なり、 職人技の維持を第一目標にしてのものであり、そのため、買収対象は、比較的小規模の会社に留まっている。エルメスと、資本関係のあるブランドには、食器の三類、ピュイホルカ、英国靴のジョン・ロブなどがある。1997年に、エルメス社が制作した初の写真、L.E. シュバン・ D. ハーミスは、漫画形式で、日本の漫画家、竹宮慶子に依頼された。 1988年、エルメスのメンズプレタポルテのディレクターにベロニク・ニシャニアンが就任。メンズプレタポルテは現在もベロニク・ニシャニアンがデザインしている。レディースプレタポルテでは2004年マルタン・マルジェラの後継としてジャンポール・ゴルジエがデザイナーに就任。2004年のパリコレクションではエルメスの伝統であるバグ、比較製品を意識し伝統に配慮しつつ、 オレンジ、黒を中心とした絵画的でかつブランドの風格を意識したデザインを発表した。クリストフルメールに代わり、2015から16、秋冬コレクションより、ナデージュ・バネシュビュルスキーがアーティスティックディレクターを務めている。ケリーバッグ・バーキン・ケリーと同様の人気を誇る、カジュアルバッグであるバーキンの名は、1984年、第5代社長のジャンルイ・デュマイルメスが、 航空機の機内でたまたま、イギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキンと隣り合わせになり、彼女がボロボロの塔の籠に何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグをプレゼントさせてほしいと申し出たエピソードに由来する。なお、バーキンの原型は上実のオータクロアであるが、今やオータクロアを遥かに凌ぐ人気である。このように、 エルメスのバッグには発注者内し最初の所有者の名がついたモデルが多く存在する。比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注した、L、日本人男性が発注した大型旅行カバンマレット、田中がある。日本では女性の支持が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気もあり、特に1998年に発表されたフールトゥや AL ラインは価格も手頃なために定番バッグとなっている。またバッグ以外にもベルト、革手袋、ガムケース、笛、串、トランプ、マネークリップ、ピルケース、センス、犬用首輪や腕時計など様々な生活小物も厳選された素材でパリの工房で製造されたものが全世界の主要都市にある直営店で販売されている。ただし価格は ベルト類はバックルを含めて約8万円から手袋も約6万円からといずれも一般のものに比べてはるかに高価である。1960年代初めより日本における元祖セレクトショップである銀座の三本山が輸入販売を行っていたが日本初の直営店は1978年に東京丸の内に開店したブティックである。エルメスの日本法人である エルメスジャポン株式会社は1983年にエルメスアンテルナショナルと西部百貨店との合弁で設立されたが後にエルメスアンテルナショナルの完全公会社となった現在では西部系に限らず大手百貨店の主要店には比較的多く出店している日本におけるエルメスの売り上げはアメリカ合衆国フランスに次ぐ世界第3位で 世界全体の売り上げの13%を占めている。2001年6月28日には、日本での機関店、メゾンエルメスを東京、銀座の春見通り沿いにオープンしている。外壁に 450mm 角のガラスブロック13000枚を張り巡らした11階建てのビルで、連続ピアノの設計による。ブティックのほか製品の修理工房、ギャラリー、パリ以外では、 初となる、エルメス社常設ミュージアム、そしてエルメスジャポンの本社が入居する。広告などのメディア関連事業は、ピョブリシスグループ及び、電通と契約して行っている。純広告のビジュアルには、パブリーシスエトネスと記載されている。1999年に発表された、ザ・アルフィーのアルバム、オーブの通常版のディスクジャケットは、エルメスの社長とプライベートでも、交友のあった。 高見沢敏彦からの依頼で、同社がデザインしたイラストが使用された。高見沢のトレードマークでもある、エンジェルギターや、ザ・アルフィー25周年を表す25アンズ等のロゴが描かれたものとなっており、後に、そのデザインの彼が、関係者や、ファンクラブ入会者などを対象にごく少数が限定で、発売された。フランス革命をテーマとした曲、ヌーベルバーグを、 エルメスの関係者が痛く気に入り、彼らのアルバムのアートワークに起用することを認めたという。同アルバム収録のオーブという楽曲は、そのアートワークのイメージを楽曲化してエルメスに捧げられており、後に同アートワークをあしらった ESP 社特製のギターをエルメス本社に贈呈している。このギターは後に同社のドリームディスプレイに展示され、現地のマスコミからも、 エルメスの新しい挑戦として紹介され、注目を浴びることとなった。なお、エルメス社が音楽家の作品などにアートワークを提供するのは、これが初めてのことであった。2007年には、ビデオアート作品のための発表の場と機能的な上映環境の提供として、HBOX と名付けた移動式の上映室を企画、制作している。 旅行カバンのようなアルミニウム合金製の外装は、リディ,ディエ・フューザ・ファウスティーノの設計で、内部には、スクリーンと10席の鑑賞席が設置され、複数のアーティストによるビデオ作品が上映された。2007年11月のお披露目から2008年末までに、パリのポンピデュセンター、スペイン・レオンのカスティー・リャレオン現代美術館、ルクセンブルク市のグランデュック・ジャン近代美術館、ロンドンのテートモダン、 横浜トリエンナーレ2008を巡回している。2013年にはソウルモーターショーにてヒュンダイ自動車とのコラボレーションによりエクウスバイエルメスが出品された。ヒュンダイの最高級車であるエクウスをベースに税を尽くすというこのプロジェクトは2010年9月にスタートしおよそ2年をかけて制作。特別に施されるアイテムのすべての素材や色はエルメスの手によって 入念に吟味された。なお、ヒュンダイは過去においてもプラダとコラボレーションしたジェネシスプラダを開発した経験があるため、ファッションブランドとのコラボレーションは2作目となる。ありがとうございます。